ボートレース小島のルーキーシリーズ第11戦スカパー JLC 杯第35回瀬戸の若わし決定戦が30日に開幕した佐藤幸24イコール埼玉は5号艇の初日 QR4 コース発進3コースの中道大介がまくって佐藤は V サイをついて2番手に進出中道が F で戦線離脱したため先頭に浮上し 一着でゴールした。船足に関しては、足合わせをしても原田、雄二、飛田、エミ、には分が悪い。ただ、前剣を思えば最悪ではないのかな。回っての押しなり、伸びなり何か一つだけでも来てくれれば。このままでは準優止まりと不満を残す。二連率28%ときス状も良くはない。それでも、前節の天がさもエンジンはひどかった。 でも、整備して最後は、優勝した、上松と同じくらいには仕上げられたと底上げに自信を覗かせる。様子を見ながらだけど、どこかでリングを交換しても、相棒の状態をしっかり見つめながらパワーアップを図る。